でも、まずどうあれば俺、カッパーマンになれる。そうすれば力少し戻る。え、なになになに？ポケモンの進化の石みたいな感じなんこれ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。てかさ、思ったんやけどさ、なんもできんくね？なんか今は話せん状態とか言うしさ、あ、金はここにあるんやね。なるほど、なるほど。何かしら、あれよね。てか、もしかしたら、他に行く場所が、あ、何あれ？え、指導？え、待って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 。え、なんか指導いるんですけど。マークついてるし。え、私全然気づかんかった。なに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 ？え、怖っ。え？え、なに？なんか穴開いたよ。おい、やいな。このカクカクしたのはなんだ？カクカクしたの。何？線路だと？上を乗り物が走るのか？はっはっは、そいつは面白そうだ。なに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 ？おお、また揺れか。ここは本当に地震が多いみたいだな。へえ、そうなんや。うお、え、落ちたマジで？くそ、地震で地面に穴が開いたみたいだな。怪我はないかいな。地震じゃなくてもさっき穴開いたけどね。とにかく何か積んで上に上がろうぜ。何か積んで上に。なんもないやん。待って。ああ、怖い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 。やめて。まあ、とりあえず、あれをね。あ、違う違う違う。え、壊せんやん。こっちは？え、壊せん壊せん壊せん。え、じゃあこの辺のってこと？え、壊せんやん。え、どういうことどういうこと？あ、ここ？え、何？どういうこと？え？待って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 。どうやって壊すのね。どうした？何かやばい感じか？まさか壁が壊せなくて積むものがないなんて言わないだろうな。いや、言うよ。あなたたち大丈夫？ん？あっちだ、エイナ。ああ、さっきの町にいた人。大変。これを使って登ってきて。なになに？ツタ？ツタか何か？ちょっと待って。壊せるものは壊してこうっと。え、金やないんこれ。違うやん、木やん。あ、ありがとう。助かる、助かる。え、これで、あ、30個あるんやね。なるほど。よいしょ。あ、違う。違う。ちょ、待って。は、は、は、ほ、ふー、ありがとう。え、え、ちょっとびっくりした。無事でよかった。怪我も大したことなさそうね。それじゃあ、さよなら、よそ者さん。この島には長居しない方がいいわ。よそ者とか言わないで悲しい。え？この島に仲間と金属を探しに来た？心当たりはないかですって？あなた何者なの？ちょっと通りすがりのビルダーです。ビルダー？あなたそれ本当なわけ？物を作るビルダーか。何か。ん？私はペロ。あなたが本当にビルダーなら頼みたいことがあるの。お願い、私と一緒に来て。はい、そして、うん、さっき来たけどね、ここ。はい。アイナ、ありがとう、一緒に来てくれて。この島はオッカムル島。昔はたくさんの鉱山があって、金銀財宝で溢れていた島よ。金銀財宝、いいね、ザックザク。でも今は鉱山も閉鎖されて、坑道作りや鉱石の加工もできないわ。そしてここがすっかりボロボロになったかつての鉱山街。奥にあるのが潰れた場合よ。潰れすぎやろ。屋根もなかったしね。私は鉱山を復活させて、ここを活気あふれる鉱山街にしたいの。あなたみたいな人を待っていたのよ。おお、歓迎される？だがこれだけ人がいれば、どうにかなりそうじゃないか。何か問題でもあるのか？まあね、荒くれ者あんなにいっぱいおったら、力仕事ができる人たちは多いんじゃないの。そうね。理由はあそこでうじうじしてる男たちに聞いてみて。うじうじ。ほっほっ。まあ、確かに、もうちょっとなんかね、シャキシャキしてよ。なあ、ミルズ。やっぱりどうしてもダメなのかな？オイラは。オイラは。マッシモ、お面見ただろ？坑道の入り口はでけえ岩で塞がれてる。あれを壊すなんざ、土台無理な話だぜ。荒くれ者でも無理な何かがあるわけね。うお、誰だお前。はい、しがないビルダーです。ビルダー？そんなヒョロヒョロの体でか？ほっとけ。俺たちは教団の偉いさんに筋肉を作ることすら禁止されてんだ。嘘でもビルダーなんて言うんじゃねえ。マジで筋肉も？
じゃあ今落としよるとこなんかな、銀軸。オイラたち、鉱山街を復活させたいペロの願いを叶えるために、ここに来たんだぞ。あ、マドンナ的な感じ、あの子は。ペロはオイラたちのアイドル。恋人で、妹で、姉貴で、姪で、母親で、安らぎで、輝きで、夢で、希望だぞ。すげえ、もうプラスでしかないやん。そんな愛するペロが、どうしてもって言うから来るには来てみたが、そもそも行動に入れねえし、いざとなると、教団の教えに背く、行動作りや金属作りは、怖くてできねえ。情けない。うわぁ、オイラもう嫌だ。ルビーラでも飲まないとやってられないぞ。ルビーラって何？何よ、ルビーラって。あ、なんか。はいはい、どうも。あなたは誰です？こんな暗い顔の中年にニコニコと話しかけてくるなんて。ちょっとダメやね。騙されやすい女の子やね。ビルダ？なんて恐ろしい。笑みを叩いた悪魔ですか、あなたは。お前さん、よそ者か？冗談でもビルダなんて口にするな。ハーゴン様の教えに逆らうんじゃない。あ、なんか、左後ろに、身みたいなのになってない？あの、ツタのところ。食べれるかな、あれ。この島はかつて、多くの鉱山とそこで働く荒くれで溢れ、私が経営するバーも大賑わいでした。しかし、もうダメなのです。島がゴールドラッシュに沸いたのは過去の話。私の夢もついえたのです。それに、坑道を作り、金属を作ることは、ハーゴン教団の教えに反することだ。そして何より、この島の住人は、ビルダーを憎んでる。悪いことは言わん。ここから出ていけ。でもペロちゃん大丈夫やったよ。ねえ、ペロちゃん全然、ビルダーって聞いて連れてきてくれたけど。あゆな、シド、みんなの話聞いてきてくれたのね。うまくいかない理由、わかったでしょ？ちなみに、ツルツル頭なのが元カジアのカルロ。蝶ネクタイをしてるのが父のアーマンよ。あれ、お父さんなんや。へえ。鉱山の閉鎖と教団の教え。ここの奴らも教団に洗脳されてるわけだ。島のみんなはそうね。でも私はハーゴンの教えなんかこれっぽっちも信じないわ。やっぱりどこの島にもこういう子はおるわけね。そして女の子率が高いんかな。私は鉱山を復活させて島に活気を蘇らせたい。そして父の潰れたバーを再建したいのよ。ふんふん。え？バーを再建して父親を元気にしたいなんて父親思いだですって？別にそういうんじゃないわ。自分の父親にふぬけ顔でいてほしくないだけ。ツンデレやツンデレ。ねえねえ、ところであゆな。あなたビルダーならルビーラを作れないかしら。ビルダー関係なくね。飲み物やん、それ。島伝統のハッスルドリンク。ルビーラがあればみんなやる気を出してくれるかも。まずルビーラを作るための酒だるを作って、潰れたバーの目印の場所に置いてみて。お酒なのか。ルビーラ。お。酒だる、飲み物を入れておくための木の容器、野菜や果物をジュースにできる。おー、なるほど、なるほど。いいね。酒だる。あれが目印の場所ってわけね。どうやって作ればいいんでしょうか。とりあえず、あ、これか。作業台とかあるやん。はい、酒だる1個。作りました。さあ、じゃあ、あとはこれを。置きます。どこに置くの？上？これ上なの？そういうことかな。じゃあ置くね。はっ。あら！すごい！酒樽を作ってくれたのね。これでルビーラが作れるわ。はい。酒樽にこのツタの実を入れてルビーラを作ってちょうだい。お、やったー。10個ゲット。どこで、あ、これもしかしてこれ？ツタだから？ツタの実？そういうこと？なるほどね。はい。はい、ん？料理する？これかな。あ、なるほど、なるほど。こういう感じなわけね。これ鳴らせるんかな？鳴らせんかった。鳴らせんかった、別に。あー、日が暮れてきた。はい、そして、完成。ちょっと待って、取り出させて。ほ。ルビーラを初めて作ったよ。あ、来た来た来た。ルビーラを作ってくれたのね。こんなに簡単に作っちゃうなんて、さすがビルダーだわ。関係ないと思う。それじゃあそのルビーラ、早速もらっていいかしら。はい、どうぞ。うお、びっくりした。それはルビーラ。教団に禁じられた飲み物を作るなんて、あなた本当にビルダーだったんですね。うお、ハーモン様、破壊神様。ここに異端者が、ビルダーが叫ぶな、うるさい。ビル
た？え、なに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 集まってきたやないなんか。どこ？なに？どれ？うわー、なんだ今の声。まさか本当にハーゴン様が。だから叫ぶなと言ってるんだ。ビルだ。こっちだ。なんか呼ばれた、私。なに？さっきの声、私にも聞こえたわ。ビルダーを呼んでいたみたいね。声がしたのは行動の入り口近くよ。行ってみましょう。ペロは相変わらず勇気があんな。俺たちはここで留守番してるぜ。よくどこから聞こえたかとかわかるね。ダメよ。みんなで様子を見に行くの。うおー、そんな怖いこと、おいらできないぞ。ちょっと見せかけだけすぎやろ、二人とも。行動は階段降りたところよ。あなたたちは黙って私についてきて。アイナも指導もね。めっちゃかっこいいやん。声がしたのはこの辺りだと思うんだけど、これ行動入り口？めっちゃ砂やん。ぐごごごごご。キャー！また声がしやがった。やっぱりハーゴン様の怒りの声か。アイナ、声がしたのはこの砂山の中みたい。うん。へえ、誰か埋もれてる？この砂の山ならあなたの歯まで掘れるんじゃないかしら。やってみて、アイナ。はいはい。あ、これ全然ハンマーじゃない。ちょ、待って。ちょ、うるせえ。うるせえ、黙れ。ハンマーに切り替えるの。ちょ、指導手伝ってよ。何やってんの？全然ハンマーじゃないし。どのあたり？なんかこっちの方に。この辺掘ってった方がいいんかな、もしかして。よいしょ、よいしょ。あ、全然違う。何？あ、え、何？ゴーレム？なんかゴーレムっぽいのが。あ、入らせて。え、入れねえ。あ。うわぁ、中に魔物がいるぞ。おぉ、助けてくれ、ペロ、ペロー。うるさい。ぐぐぐ、ごごごご。すごい、なんか。アイナ、なんだかこの子怯えてるみたい。話を聞いてあげましょう。ちょ、待ってね。おぉ、すげえ。でも多分味方なんやろうね、この子は。どうも。ぐごご、ごごごごご。お前がビルダーか？俺のこと掘り出してくれて感謝する。まだ掘り出せてはないんやけどね。俺、力出ない。俺に銅と金、銀と金をくれ。そしたら俺、力戻る。なんだお前、面白いやつだな。急に出てきて妙なこと言いやがって。銅と銀と金ね。だけど行動が塞がっているの。なんとかしてあげたいけど、今は無理みたい。なんとかしてあげたいって。ペロ、こいつ魔物だぜ。ペロ？お前優しい。俺お前好き。俺一目惚れ。おお、モンスターにも人気。いいね。塞がってる行動、あれか？よく見えるね、そんなとこから。俺に任せろ。俺について来い。力あるやん、大丈夫やん。何？はい、行け行け。ほら、全然自分で出れるやん。待って、早い早い早い。元気やって、それ。何？開けてくれる？お前たち、この岩の壁壊したいのか？ええ、この岩の壁の向こうに行動があるの。先に滑ったら嬉しいわ。わかった。お前望むなら、俺、この壁壊す。お願い！おー！一発すげえ！お前すごい力じゃないか。岩の壁がぶっ壊れたな。ん？はぁー！なに？どこ？あ、なんか走ってきた。何があったんです？ものすごい音がしましたが。こいつは、まさかゴルドン？ゴルドンって言うん、これ。こいつはこの島と鉱山の守り神とされてるゴーレムかもしれん。鉱石と一緒に消えたはずだが。俺、もう力はない。後のことをお前たち、頼む。守り神なんや。モンスターとか言うなよ。岩で塞がれた行動への道がこんな形で開けるとはな。鉱山の守り神ゴルドン。本当にいたのも驚きだけど、こんなところに埋まっているなんて。お願い、アイナ、指導。行動の中を調べてきてくれない？ミルツとマシモに案内してもらうから。お、マジで？頼りになるかな？けどよ、行動の中も天井が崩れて土砂で埋まってる。きっとおいそれ進めやしねえぜ。そういう時のハンマーとかじゃないか。アイナ、私こんなこともあろうかと、これを用意しておいたの。古びた魔法のため？え、ありがとう。鉱山跡から掘り出した爆弾。あ、爆弾！これで土砂を壊したりしながら行動を進んでみて。ありがたーい。マシモ、ペロの頼みだ。
アイラのお供はおめえに任せる。俺は兵士恐怖症で地下には行けねえんだ。そんなの嫌だぞ。オイラが魔物恐怖症としてるはずぞ。それにビルザーと一緒だなんて。おいおい。情けなさすぎか。ほら、呆れとるよ、ペロが。よし、教団には内緒だ。試しに行動を進んで、銅を5個手に入れてきてくれ。魔法の玉で壁を壊そう。魔法の玉を地面に置いて、しばらく待つと大爆発。周りの壁を一気に壊せるぞ。ふんふん。これは、ミルズとマシモはやってこないの？やってこないんですか？銅を5つって言われてもな、見た目でわかるんだ。おーい、アイナ、指導来た。ペロに怒られた。オイラやっぱり一緒に行くぞ。一緒に行って、行動の中案内するぞ。ふんふん。ん？え、なに、崩れる？お、また地震か？この島はずーっと地震絶えない島なんだぞ。ゴールドラッシュ終わってからずっとなんだぞ。それにしてもだぞ。思ったより壊れてるぞ。地震のせいというより、これは魔物のせいかもしれないぞ。昔は鉱石だらけで、徳を掘っても溢れるように金が取れたぞ。でも今は、溢れるように金がとかすげえ。何かおかしいぞ。鉱石なくなったっていうより、ただの石になってるみたいだぞ。え？どういうこと？お、あれは？何？どれ？ここ、通路が塞がってるぞ。上から落ちてきて土砂で埋まったみたいだぞ。土砂を壊して道を作ってほしいぞ。ペロがくれた古びた魔法の玉を目印の場所に置いてみるんだぞ。なるほど。はい、古びた魔法の玉、これを、トン。どれぐらいの範囲？ああ、そんなにでもなかった。あ、なに？すごいさよな。行動を遮って土砂が壊れたぞ。なんか上も全部崩れてきそうな勢いやけどね。いいさよな。道作ったけど、土砂壊した。壊して作ったから、きっと教団も怒らないぞ。そういうこと？行動には古びた魔法の玉が多分まだまだ残ってるぞ。見つけたら回収しておくといいぞ。あ、やったー。使っても回収できるんやね、そういう風に。オイルたち荒くれが使ったら、爆発に巻き込まれて、すぐあの世行きだぞ。この調子でお前が使うんだぞ。よーし。オイラ少しだけやる気出てきたぞ。もっと奥に進んでみるぞ。そうそう。行動では地図を階層ごとに切り替えられるぞ。よーく地図を見ながら進むんだぞ。なんか難しそうやね。オッカムルの鉱山マップ。鉱山はいくつかのフロアに分かれている。マイナスで全体マップを見ているときに LR でフロアマップを切り替えできる。よくわからんけど。マシモがついてくるようになった。なるほど。おいでおいで。すごい。ちゃんとこういう空間あるやん。ね、明かりもあるし。で、銅はどれ？奥に行けばいいんかな、とりあえず。あの辺のもしかして。のぉ。アイナ、あそこに壊れた柱があるぞ。一緒に来てほしいぞ。壊れた柱？はい。ここは天井を支える柱が壊れてるみたいだと。あれ銅じゃない？多分。このままでは天井が崩れて危険だぞ。ふんふん。アイナ、頼むぞ。あたりに散らばってる木材の壁で壊れた柱を直してほしいぞ。ちょっと待ってね。よいしょ。あ、この辺のでってこと？あ、違う違う、ちょっと待って。とりあえず手袋に切り替え。よって。え？なんか違うとこ置いたよね。こういうことやろ、多分。よっ。え？違う。あ、そんなものまで持ち上げれるんや。これで、あ、違う。ん？あとどこ？あ、これか。よいしょ、オッケー。柱を直した。直せたよ。動こう。何？てかこれただの力仕事やん。自分できるやろ。すごい大変な。天井を支えてる柱を直してくれたんだな。まあ直したけどさ。助かったぞ、アイナ。なかなかいい柱の直しっぷりだったぞ。この先にきっと鉱石があるぞ。硬い鉱石は木の大きずしで壊さないけど、銅と石炭ならなんとかなりそうだぞ。さあ、まずは大きずしで銅を一つ手に入れてみるんだぞ。ついでに石炭も取るといいぞ。なるほど、やっぱり壊せる武器、壊せん武器があるわけやね。
お、今日も掘るぞー。なんか張り切って。あ、掘りよる掘りよる。鉱石の匂いがするぞ。あ、間違えた。間違えた。イエーイ。私の方が早く掘った。ちょっと、何、もともとそういう仕事してたんじゃないの？頑張ってよ。おう、なんだそれ。ひょっとしてそれがどうってやつか？あのツルツル頭は5つ取ってこいって言ってたな。残りは4つだな。え、あと2つじゃない。2つ ?3 つじゃないの？違うの？よいしょー。イェーイ。う、うごー。カンロンに言われたと5つ集まったんだな。じゃあ一刻も早く地上に戻るぞ。貴様この鉱山で働いてたんだろ。もっと残って鉱石を掘れよ。そんなんじゃまたペロって女に怒られるぜ。ぐ、わかった。オイラはもう少し鉱石掘るぞ。二人は戻ってカンロンに知らせるんだぞ。じゃあ戻りますか。あ、あそこに階段がある。はい。ちゃんとこういうね。こういうのを使って、いたいたいた。お、みんな集まってきた。どうも。はい。おう、アイナ。行動進んで銅を集めてきたんだな。どれどれ、その銅。早速俺に見せてくれ。はい。はい。おお、これはまさにオッカムルの銅。やはり行動に少しは残っていたんだな。あなたたちが行動に行ってる間に、ゴルドンに話を聞いておいたわ。なんでもゴルドンは鉱石があれば力を取り戻せるみたい。そして力を取り戻せば、ここをゴールドラッシュで賑わった頃の鉱石だらけの山に戻せるそうよ。マジで？まさかペロ、せっかくの銅をあいつにやっちまうのか？どっちにしても、今のままじゃあの子はかわいそうだわ。アイナ、ゴールドに銅をあげましょう。でも今こいつにあげんかった今。ねえ。あげて。おお、それ、銅。俺、本当は金欲しい。金あればゴールドマンになって、この鉱山に鉱石復活できる。でも、まず銅あれば俺、カッパーマンになれる。そうすれば力少し戻る。え、なになになに？ポケモンの進化の石みたいな感じなんこれ。頼むアイナ、その銅、もらっていいか？いいよ、全然。おお、ありがとう。じゃあお前のその銅、俺に勢いよく投げてくれ。よっしゃ。そんな振り回す必要ある。勢いかな。頭だけ？え？こうすげえ、みん、ストーンマンがカッパーマンに？って、頭だけじゃねえか。頭だけどうなってどうすんだよ。うお、俺恥ずかしい。完全なカッパーマンになるにはどうしてもどう、あと1000個いる。はぁ、どう1000個ですって？そんなのどうやったって。さっきから自然にみんなギャグを。いえいえ、じゃ、いいえ。ひょっとしたら行動にいるマシュマがどうにかしてくれるかも。うおーい。死ぬ思いで行動を調べてきたぞ。でもって大量の銅も掘ってきたぞ。これでどうだ。何個？3個かーい。さっきの私より少ないやないかい。なんだよ、たったの3個か。おめえどうせサボってやがったんだろ。バカを言うんじゃないぞ。人手は足りないし、力を貯めるバーもない。どうしたってやる気が出ないんだぞ。やる気だと？仕事だろ？舐めたこと抜かすんじゃない。指導正論。指導を許してあげて。鉱石掘りは暗い、怖い、筋肉の重労働。何よりやる気が大切なの。だったら俺が荒くれどもの根性を叩き直してやるぜ。手伝うんじゃなくてそっちね。それもいいけど、私に一つ考えがあるの。銅を集めるとっておきの作戦よ。何何何？座って聞きよる？鉱山で働いたことがない私たちが、銅を1000個も掘るなんて、どう考えても無理な話よ。やっぱりここは荒くれたちにやる気を出してもらって、鉱石を掘ってもらうしかない。そのためには、ここに素敵なバーを作ればいいのよ。何？バーだと？ん？ふんふん。あいな、あそこにある潰れたバーの跡地が見える？まずはあのカウンターの上に、シェイカーを置いて、バーセットを作ってみて。シェイカー。シェイカーを作るには、銅の加工が必要になるわ。金属の扱い方わかるのに聞いてみてね。ふんふんふん。ねえねえ、教えてー。ん？どうしたビルだ？ニコニコ楽しそうにしやがって。ほう、バーに使うシェイカーを作るために金属を加工する方法を知りたいのか。ここはハーゴン教団の教えで、ものづくりが禁止された島。俺も鍛冶屋仕事はやめにしたんだ。答
この鉱山街は発展していたのが地下だったせいか、教団が支配を強めたのはそんなに昔じゃない。しかし、教団の教えはもうすっかり根付いてる。俺たちはみんな教団の信者なのさ。とはいえだ。ペロン頼んだら仕方ない。今回だけ物作りに片棒を担いでやろう。銅はまず銅のインゴットにしなきゃ加工できん。インゴットを作るには炉がいる。そうだな。まずは作業台で炉を作って、町の中の好きな場所に置いてみな。ふんふん。作業台の近くかな。内部を高温にし、金属などを溶かす道具、金属のインゴットを作ることができる。すぐに作れるんかな。じゃ、待って、とりあえず金鳴らそうっと。イェーイ、7個しかなかった。じゃ、作りまーす。あ、作れる作れる。あ、石材か。めっちゃ集めたもんいいし。さあ、これで炉が出来上がって、とりあえずこの建物内に置くよね。ってことやから。ん？なんか壁掛けタイマスとか取ってきとるやん、私。どうした？どこ破壊した？はい、じゃあこの炉を。え、結構なデカさあるな。え、結構なデカさあるぞ、これ。ちょっと待ってよー。ってことは、ちょっとこの外側とかこの辺り置いときます？とりあえず。へっ。間違えた。よいしょー。の、あ、来た来た。お前さん、炉を作ったのか。恐ろしいことしてくれたもんだ。これで金属を加工できるぞ。まずはこの炉で銅のインゴットを作るんだ。ふんふん。銅のインゴット。はい。作りまーす。はい。出来上がりー。ね、できたよ、できたよ。お、石炭と銅で銅のインゴットを作り上がったんだな。なんて恐ろしいビルダーだ。これから金属が手に入ったら、まずインゴットにしてから加工するんだ。加工に使う石炭は坑道で取れるからな。ふんふんふん。それにしても、バーを作って荒くれどもにやる気を出させようとは、恐ろしくはあるが、なかなか明暗だ。あゆな。なになに？どこ？あ、おった。金属の加工の仕方が分かったのね。これでシェイカーも作れるわ。シェイカーを作ったら、バーのカウンターの上に置いて、バーセットを作ってね。ふんふんふん。これでシェイカーが作れるようになるわけですね。飲み物を混ぜ合わせる銅でできた小さな容器。さあ、これでシェイカーを作って。さあ、これを、ここに置けと。なるほど。オッケー。あ、違う違う違う。シェイカー、シェイカー。今、私は何を持っている？はい、シェイカー、トン。バーセット完成！ありがとう、アイナ。バーセットを作ってくれたのね。これでみんな少しはやる気が出るはずよ。はぁ、あ、喜んでくれた？こんなところにバーセットが。これで皆さんルビーラを振る舞います。どうぞこちらに。こんなところって、もともとそうでしょ？おー、飲んでる飲んでる。すごい、シェイカー振り寄る。父のアーマンがバーを経営していたのは話したわね。うんうん。鉱石掘りで疲れた荒くれがバーでやる気を蓄えて、また行動に入っていく。私はまだ小さかったけど、あの頃はチームみんなも輝いていたわ。まあ、これでやる気出してくれるんならね。アイナがいれば、父のバー再建の夢も叶えられる。きっと島をあの日の姿に戻せるわ。お願いアイナ、私と一緒にバーを再建して、島にゴールドラッシュを復活させて。ぜひ。ああ、ありがとうアイナ。あなたってやっぱり優しい人ね。さあ、そうと決まったら、あとは鉱山で働く人手をどうやって指をするかが問題ね。ああ、確かにこの二人じゃねえ。ミルジとマシモだけじゃさすがに足りないし、何かいい方法はないかしら。何、飲み終わったみんな。さあ、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、とりあえずみんながねやる気になって来てくれたのは嬉しい。どうは私は何も集めなくていいんだろうか。